おお。なら。いやー、奈良県に来たんですが混んでますね。中心部に向かってるから、まあ、仕方ないですけど、とてもツーリングルートじゃないですね。これ失敗したな。お、あれラブホじゃん。いいな、あれ。あそこはちょっと勇気いるね。ふう、やっとそれっぽいとこに来ましたね。いやー、ずーっと混んでる道でしたわ。おー、素晴らしい。こういう道を待ってましたね。最高じゃないですか、ここ住宅地。いやー、奈良ですね。奈良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 、素晴らしい。頑張ってきた甲斐があった。よっしゃ、ドライブウェイ。二輪車380円。さあ行きましょう。おお、こんな都心部にこんなところがあるんですね。切り返し切り返し、すごいですね。ヘアピンカーブの連続ですよ。お、まあよかった、これで。ここはちゃんと春になってからのがいいでしょうね。新緑の時期の方が気持ちいいと思いますけどね。おお、これはすごいな。おお、鹿がいるね。はいはい。いや、桜の時期がいいんでしょうね。あの、まだ咲かないんだね、この辺ね。気持ちいいね。疲れが吹っ飛ぶ。あっちまで出れんだね。鹿がいるね、あんなとこに。草山っつうとこに行きましたね。よろしよかった。鹿にも会えたし、まあこれでいいでしょう。あ、いけるんですかこれ。また別料金かかって、はい、いいっす。ダートらしいですね、この先は。おお、下りか、嫌だね。まさかこんなとこでダートに会えるとは思わなかったな。うー、最高じゃないですかこれ。ええ、おお、たまんねえぜこれ。なすごい、マイナスイオンたっぷりだ。もう空気のなんか味が違う。変な表現だけど。しかしちゃんと係員がいて説明してくれるのね。これ何を知らないと
オンロードバイクで来ちゃうとちょっときついでしょうね。走れなくはないけど。おー、奈良ちゃんと整備されてますね。まあ明日が雨みたいなんで本当は明日来る予定だったんですが、あ、一方通行なのね、やっぱね。これ安心だな。よかった、今日来といて。なんか伊豆の旧天城道路のダートに似てますね。まあ有料道路だけあってちゃんと整備されてるわ。よかった、今回ダートは走らないつもりだったんですけど走れてよかった。おー、立派ですね。ういほんのちょっとそばにある国道24号線かな、もう地獄のように混んでましたけど、少し離れるだけでやっぱ違うんですね。道幅も広い、これ走りやすいわ。まあ気分的にもブロックタイヤ履いてると全然安心度が違いますね。あら、もう終わり？ところどころに門番みたいな人がいるんですね。ああ、こっから先は交互通行なんですね。まあ散策してみたい気持ちもあるんですが、時間的にもちょいっち無理ですね。素晴らしい林道です。終わっちゃったのかな、終わっちゃったっぽいですね。満足です。いや、気持ちいい道でした。ここ春になればね、もう十分暖かいんですけど、すごいいいでしょうね、ここね。うわー、最高じゃないですかこの道。まあ全行程780円しますね。うん、素晴らしい。おー、絶景、これまた気持ちいいくねくね道ですね。新緑が待ち遠しいですね。これね、すごいな。鹿、鹿は注意しないとな。はい、終了。さあ宿泊地に向かいましょうか。